明治時代に国づくりに尽力した宿毛市出身の3兄弟の生涯を振り返る企画展が宿毛市で開かれています。宿毛市出身の岩村道俊、林雄三、岩村隆俊は激動の明治時代に官僚や政治家として国づくりに尽力した兄弟です。宿毛歴史館で開催中の岩村三兄弟の企画展では、それぞれの私物や3人に関わりのある人の日記、自叙伝など23点を展示しています。こちらは長男道俊の監視です。道俊は西南戦争の最中、鹿児島県知事に任命され、高知を出る前に宿毛市片島で記したとされています。監視はいずれのところの生産にか水骨をうずめんと書かれていて、激動の時代を生きる覚悟を感じることができます。三兄弟はですね、それぞれ地方長官を務めておりまして、各地日本の国づくりの携わった人物たちになっております。3人の実績からわかるそれぞれの思いなどを感じていただければと思います。企画展は来月18日まで開かれています。